リーガエスパニョーラリーガエスパニョーラ1934の1935この項目では1934から1935年シーズンのリーガエスパニョーラについて述べるリーガエスパニョーラ1934の1935はスペインのプロサッカーリーグリーガエスパニョーラの7回目のシーズンである1934年12月2日に開幕し 1935年4月28日に閉幕、ベティス・バロンピエが初優勝した。ビルバオ・アトレティコ FC ・バルセロナ・ベティス・バロンピエ CD、エスパニョール・オビエド FC ・マドリード FC ・ドノスティア、アレナス・ラ・シンセ・ビージャ FC ・バレンシア FCD が、エスパニョーラ1934-35のクラブチーム所在地最初に抜け出したのは、王者アスレティック・ビルバオと開幕戦で、 マドリード FC を1の0、第2節で FC、バルセロナを2の1で破った昇格3年目のベティス・バロンペイだった。ビルバオが第3節で初黒星を喫するとベティスは単独首位に立った。優勝争いの経験では他チームに劣るベティスであったが、第6節アトレティコ戦で初黒星を喫しても順位は動かず。 ビルバオが第12節終了時で勝ち点差7をつけられたり、同じく優勝候補のマドリードも第12節に開幕戦と同じ例から1のスコアでベティスに敗れた。ベティスを追いかける優勝候補たちは安定感に欠けていた。ベティス監督、パトリック・をこねる。二部時代の就任から4年でチームをスペイン王者に導いた。昨季の九位から立ち直ったバルサは第十三節で、 首位ベティスに4から0と圧勝、勝ち点差を3に詰めたが、その時節から2分2敗を喫し脱落した。王者ビルバオは、結局に連勝以上は一度もできず、第18節終了時に優勝の可能性が消滅し、4位に終わった。3位に入ったオビエドも高い攻撃力を誇りながら、3連勝1回が、精一杯だった。唯一ベティスを最後まで追走できたのは、 第15節で3位に勝ち点4差をつけたマドリードだった。同時に首位との勝ち点差を1に詰め、この2位を力強くキープ。第20節まで6連勝、8戦無敗と波に乗り、この2チームに優勝争いは絞られた。第20節はベティスがビルバオと引き分け、マドリードがバレンシアを下して、勝ち点がついに並んだが、当該対戦成績でベティスが依然首位であった。 そして第21節、ホームでのアンダルシアダービーで、宿敵セビージャ FC22-2 で引き分け、行く手を阻まれた。だが、ラスコルツに乗り込んだマドリードも、宿敵悪さに0-5で大敗し、首位浮上のラストチャンスを逃した。そして、最終節にマドリードは、降格がすでに決まったアレナスクルブで下町、チャマルティンで6から0と大破し望みを繋いだが、実質的にもう手遅れだった。 ベティスの最終節は、アウェーとはいえ、残留を決めて、モチベーションが低下しているらしいサンタンデールが相手で、多くは期待できず。開始5分で2点リードを奪い、首相ウナムーノが、ハットトリックを決めるなど、重圧を感じさせない5から0の干渉で、ベティスが初優勝を決めた。アンダルシア州勢で、初の、そして、リーガエスパニョラ首上4チーム目の王者が誕生した。 ベティスは5連勝と4連勝を1回ずつ、ラスト7試合無敗と中盤戦6試合無敗を記録し、全22節を通して連敗が一度もなかった。総失点は、リーグ最小の19で、GK ホワキングウルキア側21試合14失点、平均失点率0.9でこちらも最小。ビルバオ、 マドリードに直接対決で3勝1分と、ライバルに勝ち点を与えなかったことも最後にセリ勝った要因だった。結局ベティスは3節で首位に立ってから、計20節4ヶ月以上も明け渡さずに優勝した。セグンダ王者のセビージャは4連勝1回を記録するなど、ベティスほどではないが着実に勝ち点を積み上げ、3試合を残して残留を決定、5位に入った。 4年ぶりに一部復帰したアトレティコは、序盤降格圏に沈むが、第8節に脱出してから第17節で、ベティスに負けるまで9試合無敗の今季最長記録を、樹立、同じく余裕を持って7位で残留した。既存チームでは、CD エスパニョール、バレンシア FC、ドノスティア FC、昨季3位から突如低迷したラシンが、回収団を形成したが、最速で落ちたのは、 残留は争い常連のアレナスだった。開幕から会に低迷し、第10節で残留権に浮上したが、それ以降8連敗を含む13試合未勝利で最下位に定着。他チームの不調により、終盤まで数字的可能性は残ったが、第20節終了時に10位羅針と、勝ち点6差がつき11位以下、自動降格が決まった。 経営難に加え開幕から会に低迷したドノスティアは遠征人数を限界まで削ったり48歳のハリーロー監督が一試合出場するなど過酷な状況下で戦っていた。2連勝で第7節に7位まで浮上、第11節にも残留権の10位に上がるが、直後の第12節に降格権に再転落。第十五節にアレナスを直接対決で破って最下位に蹴落とし、 終盤は10位ラシンを僅差で追いかけたが、第18節に敗北しラシンが勝ったため差は4に開いた。当該対戦ですでにラシンに2敗したため、最終節終了時に勝ち点、タイでも順位逆転は不可能になっていた。結局、続く2試合で勝ち点差は変わらず、ドノスティアは2試合を残し11位以下と降格が決定した。 一時はプリメイラディビションの半数を占めたバスク勢だったが、イルンとアラベスに続き、ドノスティアとアレナスも降格。唯一アスレティックビルバオだけが生き残った。ありがとうございます。